今日は天理市にやってきてますけどね、天理の紅葉を見てみましょう。ここなんだ、これは。グラニオから川に降りるようになってんねんな。綺麗な水が流れとるけど、ほら、はい、裏道も行っとるんでね、イチョウ並木に行きたいんだけどね。うわ、すごいね、この建物。ああ、綺麗に紅葉が。これちょっとね、葉っぱの落葉がちょっと早いんだけど、去年は18日頃来たんだけどね。ああ、ほぼ変わらんか、一日は変わらへんだけど、こんなに落ちなかったな。車が来んね、怖っ。あの橋から見たんやけどね、あの橋まで行こうか。はい、あの橋どうやって行くかな。渡ろうか。これが東に見てるんやけどね。はい、じゃあ西行きをね、ちょっと見てみましょうかね。西行き、おお、よく聞かれますね。わあ、こっちも落ち葉いっぱいでございます。ここに博物館が入ってますからね。駐車場反対側にありますわ。この反対、ちょうど裏側にね。こんな落ちたんかね、全然来なかったんだ。こんな感じしなかったけど。あ、綺麗やね。あれ、どうやったかな、さっきここ来ないな。あ、俺、来ないしたんやな。観光館があって、これがね、本部教会なんだけどね、本部教会。もう一本、東の道が先走ったんかな。車で1時間ぐらいしてたけどね、大変でございました。これはドローンがいました、ドローンが。残念でした。こんなか、これ橋脚からね、東見た感じやけど、こんな感じね。で、こちらの方がね、天理三光館が入ってますね。もっと右か、もっと右、この右やな。こっちはここやな。ここ天理三光館入ってる。あそこの博物館はね、見応えありますわ。西、ちょっと見えんか。西の山々は見えないか。ちょっとね、今日曇ってるね。市役所は天理三光館。下の川綺麗やね。澄み切っとるがね。ちょっと下を歩いてみようかね。はい、はい、じゃあ西行き歩いてみましょう。
何がありますか。あ、これは実際にね、これほら19人よね。10時から19人。この時来たらええねんて。そしたらね、歩行者天国やから歩けんねんて。今ちょっと早いからね、車走っとるから危ないわ。お、なんだこれは。身が落ちてるんか。お、身初めて落ちてたね。